はい、今日はですね、この私がかれこれ10年ぐらいかけて貯めておりましたこの500円貯金ですね、これをちょっとね開封していこうと思います。これねマックスで30万円ですね、30万円貯まるやつなんですけれども、なんかね知らなかったんですけど、両替をするためにですね手数料がかかるということで、50枚までは無料だったかな、で50枚以上になると手数料がかかってくると。はい、で硬貨で自分のね口座とかに入金する時の手数料は300枚までは、無料で、それ以上になると有料ということだったので、なんだろう、手数料取られるのもねバカ臭いんで、もうね硬貨貯金はやめようかなということで、まだね満タンではないんですけれども、ちょっとこちらの方ね開封しようと思います。はい、もうね頑張って貯めたんですよね、どうだいね。はい、でこれ割って取り出すタイプだと思うので、そうですね割って取り出すタイプなので、今ね割っていきたいと思います。でその後にね勘定するという感じでやりたいと思います。はいね、お金をお金と取り替えるのに手数料もかかるっていうね、まあしょうがないよねうん、まあやりましょう。はい、割ってきました。案外あれでしたね、上がやっぱり割るようになってるみたいで、結構ね綺麗に割れました。でね、多分量的にね3分の2ぐらいは入ってるので、まあ20万ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとね数えていこうと思います。3D はあ、これあれですね、ちょっと見づらいかもしれませんけど、シルバーの500円玉ですね。これいつだっけ、私が多分ね中学生ぐらいの頃にシルバーの500円硬貨からこの金色の500円硬貨に変わったんですよね。あ、これ平成元年ですね。はい、平成15年ね、平成一番14年とかもあるな。あ、ここにもあるわ、シルバーの。いやー、こういう貯金してると硬貨がね変わってるとか、そういうのをねまじまじと確かめることができますね。うん、やっぱり15年以上前だな。これ下手したら今の中高生知らないんじゃないかな、この銀色の硬貨ね。もう金色でもうすっかり定着しちゃいましたからね。はい、ということでもうライス君は全く興味ないみたいなんで、もうね数えていこうと思います。はい、とりあえず10枚じゃないな、20枚一組として一つのね、なんだろう、積みというか、縦積みにねこうしてって、はい、でまあ、それで単純にね500円かける20枚なんで1万円という感じでちょっと勘定してみようと思います。はい、その辺倍速でやると思う。
こりゃ、こりゃ邪魔すんなもん。足りないか。ああ、1足りない、1足りないよ。いいかいライフ君、そこでそこでいい。はい、ということで500円を1万円の束にまとめてみました。これ1,2,3,4,5 なので、1,2,3 で3,55、それから1,2,3 で18の、これね1枚だけ足りませんでした、この最後の列ね。はい、なので、18万9500円ですね。はい、私がコツコツ10年間貯め続けた500円玉、はい、でここ3年ぐらいは意識的に500円玉をですね、作って貯金箱にね、できるたびに、チャランチャランと500円貯金をねしておりましたんで、多分半分ぐらいはねここ3年ぐらいで増えたんじゃないかなと思うんですが、はい、約ね、19万円貯まっておりました。はい、本当はね貯まったらちょっといいパソコンを買おうかなとかいろいろ考えてたんですが、その前にねいろいろ買ってしまったので、これはね黙って通帳に入れようと思います。はいね、まあ、こんな感じでお金をねこうやって勘定するのが子供の時から好きなので、はい、本当はね貯金もこうやって貯金箱でね貯金していきたいんですけれども、まさかね手数料かかるとは知りませんでしたね。なんで15万ですね、300枚までは、無料で硬貨を入金できるみたいだったので、そのねサービスを利用して通帳に入れたいと思います。で50枚以下はね普通に両替可能ということだったので、これ同時に同じとこでできるかちょっと分かんないんですけど、できなかったら違うとこを利用してですね、こっちの端数のね、39,500円の方は現金というか、500円はいいか、39,000円ですね、39,000円はお金にねお札の方に両替して、まあなんか何に使おう特に考えてませんけど、はい、まあ、自分のお小遣いにしたいと思います。はい、ということで今回はですね、来てくれたこちらの30万円貯まる貯金箱、本当はマックスにしてね30万円貯まってましたっつってね、やりたかったんですけど、まあね、まあいいですよ、それでも。まあ立派なもんですよ、約20万円。ね。ね、大地くん。ということでね、はい、やってみましたという動画でございました。はい、以上です。これ。